サモライです。それでは本日もやっていきますんでよろしくお願いいたします。やっとね、やっと武器強化してきました。これで今までよりねめちゃめちゃ強くなったと思うんで、まだ実戦では使ってないけどまあ大丈夫でしょう。じゃあ先へ進んでいきます。反抗勢力オールグリーン。さあ氷のエリア、部隊の先行を確認、十分に警戒してくださいね。ビクトリアスの名にかけて出るぞ。ビクトリアスの名にかけて、まだ出てきてないな。いらっしゃらない。どこだろう。とりあえずやっていくか。入れ敵を全員倒せば出てくると思われます。よいしょ、ういオッケー。変なの食らったよいしょ、ういあとは奥に一体、これで OK かな。バースト解除、まもなくです。了解しました。よいしょ、さてさて、よし、これで OK でしょう。緊急事態です。想定外の大型種出現。出た、緊急事態。あー強そう、これ強そうマジか、うわ早そうだし。あ、なんかやられた。何やられた、何やられたんだ俺今。強そうだな。ハリズメが厄介、めちゃめちゃ範囲広いぞこれでもあのサソリくんと大して変わんないかもしんない、本範囲的なもんで。カリギュラ、あ、こいつ下がったっけ。オッケーだね、大丈夫だ。やっぱみんな強化してきたからな、相当強いぞ、相当強い精鋭集団やってるそれでやっぱ俺の攻撃力もアップしてきたからな、これは大きいでしょう。ダメージタップ結構入ってんじゃない、そうだろうね。うぃゴーロードも発動していく。よし、そしてエンゲージ、エンゲージ、いいねいいぞいいぞ。あー、この氷のエリア、氷では厄介だな。そんな食らいたくないけど、わかんない氷パターンは。おいしょ、うわ、え、それだよな。その側ってきては大きいんだけど、なかなか厳しいだろうな。よいしょ、かオッケー。うわすげえ破壊できんじゃんめっちゃ破壊できる。やっぱこれはあれか、本気強化してきたからか。ほい、オッケー。あと尻尾やりたいとこだけど、よし、オッケー、よし、あと少し、あと少しあと少しさすがだね、めっちゃ強化してきた甲斐があるわ。ちょっと待って、めっちゃなんか遠くまで行ってない？あー遠いね。いやー切れそうこれ。あー間に合うかな。わずかですって言われても、よし間に合った。オッケー。もうでも本当に弱っちょいなんだろうな、ね、よしいい感じいい感じ。危ね、尻尾攻撃やりたい。うわーダメージでっか、マジか。だって、張り合いのね仕事だな。いや準備はできてるか。まずい、帰りを待っていますからね。はーい、よーし、トリプル S。 さあすげえニューアイテムばっかりっすねよしオッケーオッケー。さあ到着。このミッションを進める、もしかして。結構遠くまで行かされる。航路が確立してるとはいえ事故などがないよう。ってことは二つ行く？もしかして。あー、いや、一つだな。よかったよかった。それはよかったけど、出たー出たーこいつ嫌いなやつだ。嫌いなやつが出たな。よし、オッケー。まあいいや。とりあえず何回か倒したことはあるし、行きましょう。さあ、到着しました。久しぶりだな、ここ。ケーキに異常はありません。作戦行動を始めてください。よし、とりあえずあれだね、近場の敵からどんどんやってこう。どうせみんな来てくんないし、倒すかないと。あ、ね、よっしゃ、うわっ、さすが古墳だね。古墳の親玉でしょあいつ。
うわー強そうです。強そうですけど、まずはその妖体からやっとこう。ういこんなパターン分かってきた。だんだんこいつもよいしょ、ういいけいけ地味に食らうから、地味に食らうから、マジであいつちょっと言うそいつダメだ、許しておけない。よいしょ、よいしょ、いった。あ、もうダメ。あー下に来た。嘘でしょ、嘘嘘嘘嘘。ちょっと待って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 、マジで今の攻撃何こいつ。え、俺知らない、こいつ知らない。俺の知ってるタイプじゃない。上に飛んだら今度その場所に適応して違くなるってこと。うわえぐい、マジか。これまずい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 、逃げ逃げろ。うわーパターンが違う。うわやばいやばいやばい、これ全然知らないモンスターやってる、全然知らない荒波だ。うわー早く違うんだ、直線によって違うとしたら相当だぞこいつ。よし、とりあえずこいつは苦手なタイプかな。下にドゥルルって来たやつはあれやばかったな。うわ全然下アンチじゃないこれ。前のタイプは結構下のアンチだったんだけどな、そうでもないなこれ。スタン下、オッケー、いい感じ。強いな、でもそれでも絶対強い。エンゲージ、あ、これが打点なんだ、打点の力か、なるほど。あぶね、打点強ー、こいついって、いや、打点やばいな。こいつのノーマルタイプはいかに優しかったってとこだな、本当に。あ、やばい、これは下にドドンってくるやつじゃない。ほら来た、うわ強い、これその攻撃はやばいわ、めっちゃリスポーンしてる。耐久値がどんどん下がってくるな味方。いや強えな味方、結構味方だってあるんですよこれ。やばい、これは電撃、あー分かんねえ、何でその違いが出てくるんだろう、なんかあんだろうな。あぶね、よし、OK、とりあえずもうダメージを合わせるしかないよね、こっちの隅では。よし、あーオーバー、鉄砲破壊完璧。いやー強いな、それでも強いもん。偶像の打点はやばい、今か。いやでもほんとこれあれだね、武器強化しといてよかったかもしれない、それなかったらやられてたな完全に。おっしゃ食う、おっしゃどんどん来てるよ。もう食いまくるしかねえな、ウォーロード発動させて、そしてこっちの武器をガンガン当てていく。よっしゃ、キングも頑張って出てきたな。よいしょ、いって、うわ、そんな感じ、そっから来る。いや、強い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 。よいしょ、オッケー、いった、打点、激化。いや、強いな。え？辺り一帯の怪奇濃度が上昇しています。これは、怪乱です。マジか。怪乱？マジかよ。今すぐ起動してください。了解。やばいやばい、また怪奇し出る、出そうな気がすんな。なんだかんだフィムと一緒に行動してるからね。フェンリル本部も気がかりだけど、え、フェンリル本部に近づいてるから。よっしゃ SS か、まあ一回やられてるしな、しょうがねえっちゃしょうがねえけど、やられたな完全に。かまいたち、おお、なんか強いのゲットした。お、一体何だったんだ、こんな急激な濃度上昇。
普通じゃないだろう。まだ調査中よ。突然前触れもなく小規模の回乱が発生した。赤の女王と回乱、嫌な予感がするわ。お話し中すみません、犬飼博士からの無線電話が入っています。え、無線電話、ずいぶん近くまで来てるのね。会話の録音はできそう？いえ、録音を妨害するノイズが仕込まれているようです。ええ、でしょうね。いいわ、繋いで。まったく困ったことをしてくれたね、諸君。犬飼博士、本案件の依頼主であるあなたがこんな海域濃度の高いエリアに何のご用です？赤の女王の息のかかった内通者、すなわち君たちを始末しに来たのだよ。は？一体何を根拠に？君たちの作戦エリア近郊で起こされた回乱、それによる調査対象の消失、君らが赤の女王と通じていると判断するのが妥当だと思わないかね。そんな弱い事を鵜呑みにするような連中じゃないだろう、グレイプニルは。君たちは知らないだろうが、イルダ殿はエイジの運用ルールを逸脱していてね。本来であれば君たちは船蔵の奥に閉じ込めておかなければならない決まりなのだよ。規律の乱れは組織の乱れにつながり、対岸成就を果たす奪還作戦に影響を与えかねない。それどころか、その作戦を不意にするべく何かを画策しているのではないかとの疑いもある。イルダ殿と赤の女王の深い関係が理由でね。どういう意味だそれは。おや、イルダ殿、まさか言っていなかったのですか。俺は失礼した。赤の女王の首領ベルナーとあなたが交際関係にあったことはすでに公のものかと。うぜえこいつ。イルダ、本当なのか。昔の話よ。さて、本題は他でもない。お前たちに預けているあの人型荒神をこちらに渡せ。音あればそのチンケな船ごと海乱に沈める。海乱？そんなことができるわけ。そうだね、できるんだよ、ユーゴ君。赤の女王には海乱を起こす技術があるという噂を聞いたことがある。通者、うわぁ、ご明察。ピムを受け取ってどうするつもりなの？決まってるだろう、赤の女王に売るのさ。赤の女王は私にとって良いお得意さんなんでね。金のためだと？私の崇高な研究にはもっと予算が必要なんだ。グレイプニルのアホどもにはそれが分かっていない。なんて身勝手な。話はここまでだ。現在お前たちは私が回乱で追い立てた荒神に包囲されている。逃げようなどと思わないことだ。いいな、引き渡しは。そうだな、回乱の影響が収まる明朝だ。せいぜい人型荒神との別れを惜しむんだな。通話が切られました。犬飼博士の言葉通り、本館は荒神に包囲されている模様です。はったりじゃねえってことか。ティムを渡すわけにはいかないわ。荒神の包囲網を突破する。ああ、俺たちが結露を開く。私たちの動きは犬飼博士に捕らえられて、スピードが勝負よ。いいわね。了解。そういうことならめちゃめちゃ頑張るぜ。ああ許せねえなあいつ。なんかところどころ嫌がらせしてくるよね、本当に。オッケー、じゃあとりあえず、はい、進むしかありませんよね。そうだよね、エミさん。とりあえず一箇所だからよかった。あとフリークエストだもんね。オッケー、周囲の安全確認。待て。ちょっと待てよ。おかしいおかしい。あー、おかしいね、これはおかしいわ。やったわ。あ、しかも他の選べなくなってる。
そう。あ、そう。あらら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 。ら。これはきついだろう。これはどう頑張ってもきついぞ。さて、どうする？行くか、行くしかねえな。よっしゃ！オールグリーン、行きましょう！さて、来たよ。いやー、とりあえずあいつからやっつけっかんじゃ。よいしょ。ほら。どこだ？あ、いたいたいた。起こすってやばいな。しかも内通者がわざわざ依頼してきたってとんでもねえな、マジで。おっしゃおっしゃ、とりあえずダメージを押していくしかない。これは熱いだ。打点倒した。よいしょ。とりあえずこいつをさっさとやっつけるしかないだろうな。よし、オッケー。こいつはまあやれるはず。すぐにもう一体だよな、問題は。あれ、なんだった？ラーかな？違うよね。ラーではないぜ。してくれ。階段もまだ起こってないし、どうだろう。いってぇ、危ねえ。嘘でしょ。やっぱりそっか。やっぱりそうだ。絶対そうだ。いってぇ。まずいまずい。回復率をどうにかしないと。いやー強いな。よっしゃ、やっつけよう。余裕なかったな。マジか、来たのか。30秒。あ、オッケー、そっちだったらまだ大丈夫。やばい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 。破壊しよう破壊しよう。まずいか。どうだろう。まだ来ないことを祈る。よっしゃ。下気にしてる。あ、やばい、めっちゃ来てる。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。やばい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 。こっち向かってきてる。うわ、ラーだ、やっぱり。まずい。ネバン倒した。オッケーオッケー。よかった。とりあえず倒してよかった。よし、あとはこいつか。ラーだったらまあまだまだっていうのは何回かやったからさ。でもこいつ上位種だろ。よっしゃ。よし、いって。まあ達成化した。まずいまずい。この攻撃はなんだ。こんな攻撃なかったらお前いって。よっしゃ、ゲットしてくれ。頼む、よろしく頼むで。早くいけ。よっしゃ、ダメージ与えられてんな、十分なぐらい。まだコンセント倒れてないっていうのは結構大きい。あぶねあぶね、よし、あぶね。よっしゃ、それを避けられたのはめっちゃ大きい。今こいつの音楽面白いな、好きだわ。よっしゃ、オッケー。ラー、まずい。回復いって。そのツッコミね、こいつ覚醒してないよな。まずい。あ、危ね危ね。食われてないよね。よし、オッケー。よかったよかった。大丈夫か。ほら。おっしゃ、よしよしよし。結構いけてんね。あー強い。さすがに2匹一遍はきついけど、でも単体で現れてくれてよかった。それだけがスピードだな。やべえ。よっしゃ。ツッコミよ。
の結合崩壊。いいねいいねいい顔じゃない。ほらよっしゃ、危ない危ない危ない、今のは当たってもおかしくなかった。バーストしてる、やべえ、誰かに当たった。まあでもちょっと待て、この辺でさ行けいけそうな気がしない。こいつさもう終わりそうな気がするんだよな、なんとなく。どうだろう、結合崩壊もいけそうな気がする。こっちにあるね。お？待て待て、どこだ？あぶね。で、俺か。食らってる、食らってる。回復。あぶね。よっしゃ、ゆっくり来てんね。声はあれ。いった。これおっきい。よし。マジか、もうちょいじゃない？そしたら。いい感じかもしれん。ほら。ここで会場は大きいぞ。どう？リュウゴ行こう。最後ひと踏ん張りきた。よーし、人が変わら神の祝福を受けたエイジ諸君。犬かい。うわ、だが少々老いたが過ぎたようだな。この薄汚い犬どもが海岸に飲まれるがいい。マジか。これ以上薄汚い言葉を吐くな、犬飼博士。すぐにそちらに向かいが行く。あ、その声は総督。なんだ、博士。お、何がどうなってんだ。あー、さすが総督。よかった。やっぱ総督はいい人だ。よっしゃー。トリプルエース。めっちゃ頑張ったもんだって。めっちゃ頑張った。本当に。オッケーオッケー。すごいいろいろ取ったね。ウォーロード。よっしゃー。ウォーロードも進化した。お。話せ。私は無実だ。内通者はクリサンセマムの奴らだ。あいつらを拘束しろ。お、見苦しいな、犬飼博士。その二枚舌で赤の女王に協力していたことも全て聞かせてもらった。この船でな。おお、なぜそこに総督が。犬飼博士を作戦本部に移送しろ。離せ、触るな。私がいなくなればグレイプニルの技術は20年遅れるぞ。いいのか総督。裁きを受けろ犬飼い。離せ離せ。お役目は十分に果たせましたか。これは内通者をあぶり出すためのおとり捜査。危険に巻き込むことになってしまって申し訳ない。相応の報酬は用意しよう。作戦本部を出た時から仕組まれていたわけか。んだよイルダ、言ってくれよな。黙っていてごめんなさい。総督の身を預かる以上機密を保持する必要があったのよ。犬飼がフィムを諦めていないことは分かっていた。高校の腕を立つためにも協力する必要があったってわけだな。諸君らには助けてもらってばかりだな。見事な戦いだった。イルダ、邪魔をしたな。すぐに迎えが来るはずだ。狭苦しいところで申し訳ありません。構わんさ。息の詰まる会議室よりもこちらの方が性に合う。これからもイルダのことを頼む。おお。ああ。君たちエイジに多くの負担を強いている現状は分かっている。だが今はそれが避けられない時代なのだ。人類が生き残るそのために、どうか
協力してほしい。迎えがついたようだ。それではお見送りします。なあイルダ、ベルナーの話後で聞かせてくれるか。ええ、戻ったら話しましょう。あー、そっか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 。つまりあんたとベルナーは同じ研究室の学生だったってことか。ええ、彼は誰からも一目置かれる優秀な研究者だった。聡明で努力家で何より純粋で、私はそんな彼に惹かれていたわ。荒神のいる世の中ではあったけれど、私たちは平穏と呼べる日々を過ごしていた。彼とはずっと共に歩み続けるものだと信じて疑わずにね。そしてあの日が来た。厄災か。ええ、そう。その日全てが変わったわ。私の人生も彼の人生も。なるほどな。隠すつもりはなかったわ。生きてりゃ秘密の一つや二つ当たり前だろ。それともう一つ、あんた総督とはどういうつながりなんだ。前から引っかかってたんだ。あんたたちは長年の知り合いのように見えた。それはベルナーが総督の子息だからよ。あ、な、じゃあ親と子でいがみ合ってんのか。厄災の後、この地域の人類が生き残れたのは間違いなく総督率いるグレイプニルのおかげ。ただそのために犠牲にした者は少なくなかった。あなたたちエイジの存在もその一つよ。ベルナーにはそれが耐えられなかった。グレイプニルに切り捨てられた弱者を守るため彼は戦いに身を投じた。そして赤の女王を組織した。ええ、今でも思うわ。彼を止める方法はなかったのかって。私にあなたたちのような勇気があれば違う結果になったかもしれない。この世界の絶望と戦う勇気があれば。うん、イルダ、こいつの言う通りだ。あんたはあんたのやり方で戦ってきたんだろう。あんたの港は本当にすげえよ。そしてこの船も、エイジがいて、正規のゴッドイーターがいて、たくさんのガキどもがいて、みんなが一人一人できることをやって、自分たちの手で未来を切り開いてる。たとえ血がつながっていなくても、家族のように。それは全部、あんたが諦めずに戦ってきたから、今ここにあるんだ。そうだろ。ありがとう。あなたたちの言う通りね。過去を振り返るより未来を見ないと。さっさと帰ろうぜイルダ。また荒神に囲まれたくねえからな。そうね、帰りましょう。各員持ち場について。本艦はこれより作戦本部に帰投する。おーし。あ、オッケーか。了解しました。いやー、なるほどね。そういうことか。とりあえず、総督はめちゃめちゃいい人だっていうのは分かったわ。でも、ねえ、まさかの、いろんな情報、あれだね。状況があるね。オッケー。はい。お母さんって呼んだら怒られそうだな。あ、ごめんなさい。そんなことよりミッション。ミッション、ミッション。はい。続いてのミッションは、あー、結構離れんじゃん。さっきより離れるじゃないですか。オッケー。ああ、また2体だね。了解しました。じゃあ、オッケー。今日はちょうどいいからこの辺で終わろうかな。わかりました。では、お疲れ様でした。また次回もよろしくお願いいたします。